おはようございます。まあ手取り14万の人がね1億円稼ぐっていうのは荒唐無稽に見えますけども、まあ私は手取りマイナス100万からの1億円ですので、多分大丈夫じゃないかなと思います。そして稼ぐ前も無名だったんですけども、稼いだ後も別に無名ですからね。だからあんまり変わらないんですよ。普通の人でもちょっとねやればできるという、まあもちろんちょっとじゃないように見えるかもしれませんけども、まあ少なくとも私10年20年何かやったわけじゃないですからね。本当に短い期間で今の暮らし、だから10年前は借金はまるまるありましたし、うまくいかない店も会社もありましたしね、もう先の見えない体でしたよ。まあもちろん彼女もいないですしね。10年前ですよ、38歳の時。40歳からですから、私がパソコン始めてなんとかって言ったので、一応 YouTube のアカウントってのはありましたけども、ちゃんと始めたのっていうのはやっぱりね2013年ぐらいからだったかなと思いますよね。でも最初はアイドルの動画ばっかり上げてましたよ。だからビジネスとは全然関係なくって、アイドルファンばっかりのね儲からない動画集でございました。まあそのアイドルの動画もほとんど削除してしまって新しく出直したわけなんですけどもね。だからまあいつからでも始められるんじゃないかなと思いますし、別に手取り14万でも無名なら1億円稼いだとも無名ですよ。やっぱり未だに私も無名ですよね。でさっきねちょっとダイレクトメッセージが入ってきて、ビジネスをやった時にその後どういうふうにうまくいくのかっていうのがイメージできない方っていうのがいるんじゃないかなって声があったんですよ。確かにそれは分かるんですよね。これからこのビジネスをやりましょうって言ってモチベーションが上がられるのは、多分ビジネスをやってもねどういうふうに自分の未来がなっていくのかっていう明確にほらイメージができないからだと思うんですよ。ただそれはねちょっと待ってくれよと私思いました。じゃあビジネスをやらないことによって将来は明るくイメージできてるんですかってことなんですよ。それだったらやらない方がいいでしょう。でもやらないことによって、やらないことによってものすごく暗い将来がイメージできてるんだったら、少なくともやった方がそっから離れられるんじゃないかなと思うんですけどもね。どうですかね、その手取り14万を続けていて明るい未来っていうのは想像できるのかなと。健康を損なったりとか、周りの人がねちょっとトラブルに巻き込まれたりとかして、その時に自分はどうするんだってことをちょっとゾッとするような気がするんですけどね。いずれ40代になり50代になり60代になりね。大和くん、はい、70になるわけですよ。その時にどんなことが自分にできるかなと思ったらちょっと怖いような気がするんですけどね。まあそういうことを考えながらというか考えてると思うんですよ。私に言われるまでもなく自分の人生ですから。でもどれだけ考えてもやらないんだったら考えてないのと一緒で、思考は現実化するってたびたび言いましたけども、現実化させるための思考を持ってないんだったらそれは考えてないのと一緒じゃないかなと思いますね。結果的にはね、考えてないよりは考えてる方がいいんですけども、ただ考えて安心して、あ、自分には知恵があるんだって言ってるような感じだと、まあ行くつく先はどちらも一緒ということになるんじゃないかなと思いますね。だからなんかね、手取り14万だからどうこうじゃないんですよ。だから行動を変え続ける日々を送れば、その14万は、まあ、13万になるかもしれないけども、12万とかにね。その代わり、15万とか16万、100万、200万の道も開けてくるんですよね。同じことの繰り返しで結果が違ってくるってことはなかなかないと思うんで、まあ、今回はそれかな。そう。ね、やることは確かにちょっとした勇気やエネルギーがいると思いますけども、やらないことによって失われていく勇気やエネルギーのことも考えた方がいいかなと思ってますね。